リンジェサです。今回はこちら、ピックル卵ポケットモンスター。こちらはデラックスです。バトルフィギュアコレクション、そしてポケモンフィギュアコレクションとモンスターボールコレクション、こちらを一緒に見ていきたいと思います。はい、まずは端っこ、こちらはモンスターボール型の入浴剤になっています。ポケモンフィギュアコレクション、かわいい5つのキャラクターがラインナップ。石鹸の香りで、モンスターボールは黄色。はい、中から出てくるマスコットはピカチュウ、イーブイ、不思議だね、人影、ゼニガメのいずれか一人。はい、では開けていきましょう。チョキチョキ。モンスターボール、綺麗な形、まん丸ですね。さあ、誰が隠れているかな？見えるかな？見えないですね。しっかり隠れてる。続いては端っこ行きましょう。こちらモンスターボールコレクションになります。オレンジの香りなのでオレンジ色の入浴剤ですね。中から出てくるのはモンスターボールかマスターボールの2種類で、どちらから何が出てくるかっていうのは色で分かれてるのかな、違うかな。あ、ザシアン、ザマゼンタはマスターボールに入っています。ということで、マスターボールが出てきたら、この2体のいずれか1つが出てきます。これ欲しいな。マスターボールゲットできたら嬉しい。で、モンスターボールからはピカチュウ、メッソン、ラビフット、カモネギ、モルペコ、満腹模様、モルペコ、腹ペコ模様、ゲンガー、カイリュウのいずれか1つが出てくるんですね。さあ、今日は誰かな？こちらはまん丸のマスコットが入っているので、はい、ちょっと長細い形になってるんですけど、ひび割れてる、怪しい、パカッといくかも、大丈夫かな、やばい、そうったけよ、そうったけよ、あ、やばそう、やばそう、やばそう、結構ひび入ってる、わかるかな、あー、パカッと割れませんように、そうっと置いておこう。では真ん中行きます。ピックラ卵もデラックスになります。超でっかいです。はい、ルカリオ S 版欲しいですね。この前ゲンガーゲットできたので、それ以外が出てきてくれたら嬉しいなと思います。シャボンの香り、水色のバスボールです。はい、この4体ね、揃うまで頑張っていけたらいいな。結構いろんなところで今あんまりピックラ卵は売ってないんですけれども、このでっかいでっかい、あのビックラ卵デラックスがたくさん置いてるかな。4種類も一気に発売されたので売り場結構占領してます。超でっかいですよね。さっきの長細いのに比べてもこんなに違う、大きい。モンスターボールと比べると余計に大きいの分かるかもね、大きさが2倍、横にも2倍くらいの、ほんと溶ける時間も全然違うので、さあ、うまく溶けてくれたらいいな。ではこちらの3つ一気にお湯の中に入れていきます。はい、今日は溢れないといいな。まずはこちらからいきましょう。大きな大きなビックラ卵デラックス、ドボン。はい、そしてこちらからいこうかな。ソース入れます。これなんかすぐ割れて出てきそうだから、はい、ラスト、こちらも入れていきます。ドン。さあ、どんな感じで出てくるかな。一番初めにデラックス入れたけれども、溶け終わりはきっとデラックスが一番遅いんじゃないかなとは思っていますが、中身によってもこうつるっとね取れるようなキャラクターだったら意外と早く出てきてくれるかもしれないですよね。さあ、どれが一番先に出てくるかな。なんかさっきのね、ひび割れを考えると、あのモンスターボールコレクションが一番早いんじゃないかなと予想はしているんですけれども、さあ、どうかな。さっきまであの頭の上のところが出てましたけれども、コロンと転がって全体今沈んでいる感じがしますよね。お、やっぱやっぱりめちゃくちゃ早かった。やっぱ割れてたから。あ、
モンスターボールです。残念、ザシアンザマゼンタゲットならず。はい、でも出てきてくれたのでね、じゃあ見ていきましょう。はい、ちょっと軽く拭いてみました。モンスターボール自体はつるっとした感じの素材で作られていますね。発売されたバージョンによってちょっと表面ザラザラっぽい感じ、マットな感じになっている時もありますが、今回はツルットタイプ。さあ中身誰がいるかな、せーの。あ、ここから開くんだけど、せーの、じゃじゃん。あ、開かない、開かなくない、くっついてる、開いて開いて、あ、開いた。メッソンでした、かわいい。はい、結構キラキラのシールが貼ってあります。メッソンは水トカゲポケモンです。水タイプですね。高さ 0.3 メートル、重さ4キロ。かわいい。ということで、モンスターボールコレクションからメッソンが来ましたが、続いて、なんかすごい勢いいんだけれども、これはさっき外れた残りがシュワシュワしてるのかどうなのか。違うかな、なんか出てくるかな。あれでも水色がプカプカしてる。へへへへ、水色、あーっていうことは、あ、水色じゃないよ、なんだなんだなんだ、あ、これがデラックスのやつじゃない、もしかして。え、早くない、今回溶けるの。おおお、もう一つもここに見えてる、すごい。ということはほぼほぼ同時に溶け終わった感じかな。へー、今回一番初めに入れたのが良かったのかな。さあ、これエース版っぽいですね。白いのが見えてる。おおお、やったね。そして黄色い方は水色っぽいのが見えて、水色じゃないか。これは不思議だねかな。あ、まだこれ取れない。あ、でも不思議だねですね。かわいい。見て、アフロみたい。あ、このトゲトゲな感じもかわいい。でももうちょっと溶けるまでかかるな。エース版はどうかな？エース版もほんのり見えてるけど、すぐ外れる感じはしない。もうちょっと放置していかなきゃダメかな。お湯の色は緑色になりましたね。結構綺麗な色。で、まだそこまで染まらないような組み合わせですね。やっぱ青、青、青とか来るとものすごいことになっちゃうけれども、そうじゃなければそんなに濃い感じにはならないかな。さあ、今ちょっと触れたら取れたので、こちらから見ていきましょう。ということで、フィギュアコレクションから不思議種が来ました。かわいい。すごい、サイズ感というか、バランスがよく作られているので、とってもかわいいです。はい、じゃあこのね、不思議種とエース版を比較してみましょう。どれぐらい大きいか。さあ、エース版どうかな？もう取れるかな？取れますね。あ、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 土台もついてた。あ、今回のエースバーンはもともと細身キャラだから、そんなにこうボリュームあるって感じではないかな。正面から見るとパッケージ通りかな。キャラ的には、個人的にはもうちょっとかっこよく作ってて欲しかったなって感じなんですけど、まあ、エースバーンってこんな感じでしょうか。なんだろう、何がなんか物足りなさを感じるんだろう。土台の部分は、見てみるとこんな感じかな。こうか。駆け出して、曲げてる方の足の下にこのような形でくっつけてあげて、で、こんな感じで置くと、うまくこう、バランスよく並べておくことができる感じですね。戦いのファイティングポーズなのかな。はい。不思議だねと比べてもね、そこまでデラックスな感じがあまり感じないのは、こっちがボリュームあるせいですね。まあ、それはしょうがない。でも、細かいところの作り込みはいいと思います。で、ちなみに、これを置いといて、前回のゲンガーを見てみると、あ、ゲンガーのちょっとここら辺に、細かく、入浴剤がまだひっついてる。はい。ゲンガーはこんな感じ。ゲンガーと比べるとなんか、デカさわかりますよね、デラックスの。ボリューム的にはゲンガー最高です。
あとはルカリオとカイリュウがどれぐらいのボリュームで出てきてくれるかがとっても楽しみ。はい、ということでビックラタマオデラックスバトルフィギュアコレクション無事2体目ゲットです。残る2体、特にねルカリオですね、見つけていきたいと思います。はい、というわけで今回はポケットモンスターのビックラタマゴ、そしてビックラタマゴデラックス、一緒に紹介してみました。いかがだったでしょうか？では、次回も楽しみに。チャンネル登録よろしくお願いします。以上、ドリームチェイサーでした。また見てね。バイバイ。